それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは西剣ボディ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して西剣ボディ花に立ちます。その後ろからはウェルヒット、この馬も上がっていく構えです。さらにはビッグファイヤー、2番グーンファクター、その後ろ先手を取ったのは西剣ボディ、そして大きく離れてマンダリンヒーロー、この位置です。タイガーチャージ、それに続きます。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。その隣にサフェージ、各馬降りしきる雨の中を進んでいきます。前の方からもう一度、4番西剣ボディ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてウェルヒット続いています。そしてやや離れてビッグファイヤー、並んで2番グーンファクター、その外にマンダリンヒーロー。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。黄色の帽子サベージ、その後ろしんがりからタイガーチャージ。さて先頭に戻りましょう。4番西剣ボディ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。さあ先頭は依然として4番西剣ボディ、2番手はウェルヒットサベージ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭は西剣ボディ離れてウェルヒット、4コーナーをカーブして、さあこれからです。西剣ボディ先頭、ミックファイヤー先頭、引き離しにかかるマンダリンヒーロー、懸命に追いすがります。ミックファイヤー差を広げる、2番手はマンダリンヒーロー、ミックファイヤー1着、ミックファイヤー完勝、2着はマンダリンヒーロー、3着にベルヒット、勝ったのはミックファイヤー、このレースを制したのはミックファイヤー。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。西剣ボディ前に行きそうです。ウェルヒット、それに続いています。さらにはビッグファイヤー、6番マンダリンヒーロー、その後ろ先手を取ったのは西剣ボディ、そして大きく離れてグーンファクター、この位置です。タイガーチャージ、それに続いています。しんがりからサベージ、各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。さて先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。1番ウェルヒット、リードは1馬身から2馬身、これに続いてグーンファクター、これに続くのがサベージ、その隣に西剣ボディ、ここにビッグファイヤー、その外にマンダリンヒーロー、最後方にタイガーチャージ、前の方からもう一度。 1000m を通過しました。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。1番ウェルヒット、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いてグーンファクター、内からはビッグファイヤー、前はウェルヒット、まだ粘っています。2番手はグーンファクター、西剣ボディ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はウェルヒット、間が空いてマンダリンヒーロー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ベルヒット先頭、外にマンダリンヒーロー、マンダリンヒーロー、ここで先頭に躍り出た、内からミックファイヤー、マンダリンヒーロー先頭、ミックファイヤー、マンダリンヒーロー、ミックファイヤー1着、2着はマンダリンヒーロー、3着にタイガーチャージ、勝ったのはミックファイヤー、このレースを制したのはミックファイヤー。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。先行争い何が行くでしょうか。西剣ボディ前に行きそうです。ベルヒット、それに続いています。さらにはビッグファイヤー、6番マンダリンヒーロー、その後ろ先手を取ったのは西剣ボディ、そして大きく離れてグーンファクター、この位置です。タイガーチャージ、それに続きます。最後方にサベージ、各馬雨の中をかけていきます。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭に戻りましょう。4番西剣ボディ依然として先頭、サベージ、その前に進出、内からはウェルヒット、大きく離れました。ビッグファイヤー、グーンファクター、すぐ後ろタイガーチャージ、上がっていきました。しんがりからマンダリンヒーロー。さて先頭を見てみましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。4番西剣ボディ依然として先頭、すぐ後ろにウェルヒット、間が空いてサベージ、並んで3番タイガーチャージ、ビッグファイヤー、それに続いています。さあ先頭はまだ4番西剣ボディ、ウェルヒット、ほとんど差がありません。サベージ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は西剣ボディ、その隣からはビッグファイヤー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったビッグファイヤー、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はマンダリンヒーロー、ミックファイヤー、これは決まったか。ミックファイヤーまさに完勝、今ゴールイン。2着はマンダリンヒーロー、3着にグーンファクター、ミックファイヤー見事このレースを制しました。
スタートしました。ボンと飛び出したのはミックファイヤー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミックファイヤー花に立ちます。その後ろからは西剣ボディ、この馬も上がっていく構えです。さらにはウェルヒット、6番マンダリンヒーロー、その後ろ先手を取ったのはミックファイヤー、そして大きく離れてブーンファクター、この位置です。サブエージ、それに続いています。しんがりからタイガーチャージ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。7番ミックファイヤー、依然として先頭、ウェルヒット、すぐ後ろその外からグーンファクター、青の帽子西剣ボディ、その後ろすぐ後ろにタイガーチャージ、さらにはマンダリンヒーロー、最後方にサブエージ。 1000m を通過しました。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。前の方からもう一度、7番ミックファイヤー、依然として先頭、その隣に西剣ボディ、その横にグーンファクター、ウェルヒット、そのうちに続いています。さあ先頭はまだ7番ミックファイヤー、ルーンファクター、ほとんど差がありません。ウェルヒット3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミックファイヤー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミックファイヤー先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。ミックファイヤー先頭、マンダリンヒーロー抜けた。2番手はミックファイヤー、マンダリンヒーローゴールイン。2着はミックファイヤー、3着にタイガーチャージ、マンダリンヒーロー、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。西剣ボディ前に行きそうです。ミックファイヤーそれに続いています。さらにはウェルヒット、6番マンダリンヒーロー、その後ろ先手を取ったのは西剣ボディ、大きく離れました。ルーンファクター、サベージ、それに続きます。しんがりからタイガーチャージ、各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。もう一度先頭に戻りましょう。4番西剣ボディ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてウェルヒット、続いています。並んで7番ミックファイヤー、その後ろからはルーンファクター、その隣にサベージ、マンダリンヒーロー、この馬もこのグループ、最後方にタイガーチャージ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番西剣ボディ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、間が空いてウェルヒット、オレンジの帽子ミックファイヤー、その後ろ、さあ先頭はまだ4番西剣ボディ、2番手はウェルヒット、サベージ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は西剣ボディ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はミックファイヤー、後続を引き離しにかかる。ベルヒット懸命に足を伸ばす。後続は大きく離れた。2番手はベルヒット、ミックファイヤー強い強い。ミックファイヤー圧勝ゴールイン。2着はベルヒット、3着にマンダリンヒーロー、勝ったのはミックファイヤー。このレースを制したのはミックファイヤー。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。西剣ボディ前に行きそうです。ウェルヒット、それに続いています。さらにはミックファイヤー、2番ルーンファクター、その後ろ先手を取ったのは西剣ボディ、大きく離れました。マンダリンヒーロー、タイガーチャージ、それに続いています。しんがりからサブエージ、各馬降りしきる雨の中を進んでいきます。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。さて先頭を見てみましょう。4番西剣ボディ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ウェルヒット、それに続きます。その外からサブエージ、ルーンファクター、そのうちに続いています。その外にマンダリンヒーロー、これに続くのがタイガーチャージ、最後方にビッグファイヤー。 1000m を通過しました。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。前の方からもう一度見ていきましょう。4番西剣ボディ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてウェルヒット、先頭は依然として西剣ボディ、西剣ボディ、さらにリードを広げました。2番手はマンダリンヒーロー、ウェルヒット3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は西剣ボディ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。西剣ボディ先頭、外からミックファイヤー先頭、マンダリンヒーロー懸命に足を伸ばす。ミックファイヤー先頭、2番手はマンダリンヒーロー、先頭はミックファイヤー、1着でゴールイン。2着はマンダリンヒーロー、勝ったのはミックファイヤー。このレースを制したのはミックファイヤー。